どうもおはようからこんばんは、殿でござる。太閤立志伝2天城相馬編、続きをやっていきましょう。さて、前回からまあ日数経っていますよね。何をしていたかというと、家臣の育成とか、あと拠点を移しました。春日山からはさすがに遠いかなと、あと先を見据えた北条戦で上洛とか、あの辺も考えていくならば、右の城つつじヶ崎、しかも私が自分の手で築城いたしまして、こうしてね、大きな規模のね城になりました。48だからな。それでも私の居城なんで、兵力はマックス、鉄砲もマックスで、軍馬がもうちょいかな。あとね、この辺の城とかも築城とか、あと改修かな、加えております。で、海は平定して、上杉家の城ね、もう残り2つとなっております。やっぱりね、神津家方面は北条家が取りまして、ここまでいるんですよね。で、残った城がこの飯田、そして木曽福島、この2拠点のみとなっているんで、そろそろとどめを刺していこうかなと。小物とかね、あとは高遠も落としていって、ちゃんとルートが通るようにしないと旅の掌握が全然上がらないので、まあ、ここら辺は取りました。小諸はね、実は苦戦しまして、私以外の武将、適当なのを選んでいたら馬場さんにボコボコにされてまあ私が絡めてあたりから本丸に行っていたんで、よかった、落としたんですけれどもね、まあ、そんなこともありました。家臣の方もね、修行を行かせていました。で、調査かな、新しくね、浪人として土屋さんがいたんで加えたり、あとはそうね、官位の方は石田三成と一緒かな、事務になりまして、あとは明石照澄が家老になっての、最上義明も家老になりました。あとね、神保さんはね、剣術剣術とね、あの人軍学学んだんですよ。もともと霊法のみだったんですが、もともと武力は高い方なので、こういった感じに成長しまして、それでも顔は変わらないな、表情はなんか剣術学んだんで殿をお守りしますって言っていても、この顔なんですよ。あとはそうね、葛西春信もね、なんか上がったかな、スキル魅力とかね、なんか上げてたりしていたんですけれどもね。遠藤はね、彼も剣術かな、みんな魅力をねすごく上げてくるんですよ。で、このウインクの綱綱は、彼もね剣術だったかな、その辺上がったりもして、まあそんな感じかな。家臣たちはね、大体はいると思うんで、ぼちぼちとどめをね刺していこうと思います。よっこらしょ。じゃあ表情で、内政面はこの辺の戦いが終わった後でいいかな。まずは上杉にとどめを刺して下克上を果たす。そうだな、上杉家が組みしやすい。あの人たちね、本当勢力小さいのに私に対して威圧外交をね繰り返していたりもしていたんですよ。で、信濃方面で行って、義足福島は後に回すとして、まずは飯田。おお、直江さんめっちゃいるな。え、そんなにいるの。これ戦後処理大変だし、いや直江さんもう死ぬ死ぬ寸前。あ、竹の俣とかその辺行ったんだ。おお、穴山信君、平賀さん、兜の飾り変えたら畠山さんにならないその顔。あ、今服いたいたいたな、そういえば。だいぶ増えたね。じゃあこの辺か、
この面々だったらいいでしょう。天城さんも、お、神保さん加わっているな。もう全員いる。あ、綱綱もいるわ。スケマサそっちなんだね。スケマサはね、こう見るとまあまあなんですけれどもね。でも明石照澄が隊長。当初ね、5、6話前かな、武将の数ほんと少なかったですよね。それに比べれば増えたわ、ほんと。東北を統一したのもあるし、畠山とか神保も倒したしね。本庄さんね、だんだんこう加賀か追い込んでて、加賀はあと城1個かな。じゃあ飯田城攻撃。落とした後みんな帰ってくるのをね、待ってもいいんですよ、木曽福島の方に。お、備えはこれだけか。のんびり見守っていてもいいんですよ。もうこの辺の隊長たちみんなあれか、もう過労か。じゃあ私は遠くからちょっかい。八代、あれだけ勢力でかかったのにね、1万ぐらいなかったっけ、最盛期で上杉家。それがまあここまでね。開門は難しいか。また八代か。なんだお前は。こうなると戦後処理ってほんと大変だな。やたらやたら八代さんに。あいつ何なんだ。一応陣形ぐらいは変えておこう。いや、さすがに来ないとは思いますが。竹の又か。今回は精鋭です。ちゃんと小諸攻めた時はね、ほんとやばかったわ。久野兵倒されてのもう一部隊ぐらいやられたかな。あまり竹の又さんボコるのやめてあげて。下月先に進んでいいんですよ。だいたい1人1冊みたいな感じで。一人一人で戦っていればいいのにね。一応開門ぐらいは毎回送るが、あ、またしてもお前か。あいつ何なんだ。何、みんな無視するの。じゃあいいよ、行くよ。私に勲功を譲っていいんですか。二人相手するよ。ほら、おいおい、備え二つも残っているのか。二部隊で寄ってたかって夜襲かけるのはかわいそうだから見逃してやっているのかな。すまんな、これも戦だ。あ、戻ってきた。あらあら、穴山さんどうしたんですか。軍事系ないからね、この人。内政とか外交系は優秀ですよね。いや、なんかかわいそうだから私下がるわ。よいしょ。お、さすがは岡部だ。岡部さんはずっと手元に置いていきたいな、置きたいな。他の家老とかをどっかの城に置いたりはしてみよう。もう命令出そう。攻撃目標でこっちで、この辺の部隊に
ここ。私はもう契約しているよ。この戦いはみんなに任せる。あれ、命令そっちじゃないんだけどな。義明も暴れているな。いいね、我々は盛況である。計略を見抜いたところでだな。羽山さん、帰り道に気をつけろよ。大将平賀さん、真上さん、あれか、病とかそういうのだから出ないとか。あと命令はどうしようか。もう岡部さん向かっているもんな。ほら、残り式25だし。義明に対しては命令を送っていないはずなのにな。さあ、これで残り城は一つ。むむ、要は雇い直すのが大変なんですよね。めちゃくちゃいますよね。だってこの飯田にすらかなりの数がいたでしょ。じゃあこのバレンタインデーが過ぎれば向かいましょう。15日ならば進軍開始。残る城はこの一つ、木曽福島。よし、これで武将たちはたどり着いたでしょう。これで謙信を倒してしまえば、ああ戦国最強は私のものでしょう。早く夜が明けないかな。兵力はどんなもんでしょうね。6290。備えは一つ減らしているか。じゃあこんな感じでまんべんなく。おお、義兵か。おお、北条さんもいるのね。いたっけ今まで。ああ、他の多分神津方面で城主してて、北条にやられたから戻ってきたんでしょうね。じゃあそれも焦ると本当多くないか、上杉家。ぼちぼち私に向かってきそうな部隊もいそうだからな。あら、夜襲はかけてこないんですか。しからば雲流。一旦こっちに行ってもいいしな。俺は誰だろう。それ、うーん、その陣形はババさんかな。浪人としているんだったらもちろん馬場さんも加えますよ。他の4名神ってそういえばどこ行ったんだろう。斬首された。相手だって本当上杉家の全武将がいますから、クリティカルか。
ガバさん必死だな。この兵力差を覆すほどの勢いがありそうだ。私が相手でなければやられていたわ。山形さんぐらいだったら軍学2だし、ほんと危険なのは彼と、あとは軍神。おーおーおー、耐えた耐えた。左月打ち勝てるんだろうかね。お、テルズミ。さすがにこう隣接してて一マス動いたぐらいでは野州判定にならんか。一回離れて近寄れば大丈夫そうですもんね。あら、よしあき。いやなのに野州見抜かれているのに、我々挑発乗りやすいんだからあまりやめてくれないかな。私は馬場さん、ああ一応譲ってあげよう。どうぞどうぞ。あ、でも下月無理かな。激戦だな、ここら辺は。岡部またクリティカルか。耐えられはするがな。いや、分かった、もういい。もう大きさ的にはほんとポニーだもんな。ポニーぐらいで頑張る。こうしてね、上杉に下ってもう何度も戦ってそれでも最後の最後っていうのかな、こう元武田家臣というか鬼美濃としての矜持、それを感じる戦いぶりですね。もう私疲労困憊だ。72、十分私への時間稼ぎできていますもんね。疲労も溜まっちまうし、なかなかの長期戦になっていますしね。いや、ババさん見事だ。あ、ちょっと耐えた。激しさのあまり板書が壊れちゃう。岡部さんやめてあげて。これとすぐ動揺するんだから。備えも気になるしな。命令をくれば言ってくれるかな、岡部さん。よし、やっと倒した。左月は城門を攻撃中。あ、やらしいことしているな。やめてあげてよ、鉄砲弱いんだから。となると上杉攻、謙信攻撃、他の備え厳しいだろうな。すかさず義明。エルズミが剣心と戦おうとしているのかな。で、季節的に雪が降ってしまっている。鉄砲を撃てるんだったら遠くから撃っていてほしいんですよね。だから一旦周りの部隊はこの辺の攻略とか、
で下月には米、これでまあまあ士気は下げれたと思うし、いやけれども私がもう疲れているな。何それは誠か、北条の援軍だと動揺しています。北条か、ほらそうなるんですから。だからテルツミは一旦下がれ。いやでも悪くないな、北条さんどれぐらいなんだろう。 あ混乱させられるほどだから強いな。で兵糧いただきましたと。離れていったな。いけそうだったらこうしよう。てかいいないいな、あの疲労度とか特にないの君らね。北条が強いな。お、ナイスナイス、それをね期待している。攻撃できないでしょうまた義兵か。岡部さんといい勝負しているな。混乱するかさせられるか。いやーナイスナイス明石さんひたすら撃っている。まあそれならばいいか。じゃあ下月は、あ、じゃあこっち、この辺はマス的に近寄れないのかな。でまだ疲労度はダメでしょう。お、混乱中。明石さんいい仕事するな。もうちょいですよ。いやだが雪が降ってしまった。城門壊しても士気は下げられるかな。ほら北条さんも倒れましたよ。見破られているな。いけるかな。お、残り式1、これは見守ってあげたいな。さ月頑張れ頑張れ。いやだが敵の総大将は明石照澄が撃破。私の手でもよかったんですけれどもね。まあなんやかんや剣心何度も破っているし、明石さんでも倒せれると倒したのによーし、これで上杉家を倒して下克上達成。さあこっから長いぞ。まあ確かにその体力だからな。基礎さん強いな。でも入ってくれないまあ君はそうだろう、いいだろう、投与してやる。みんなこの辺どこに行くんだろうね。なかなかみんなもうなんだ前は斬首してもいいがまあ解放。今福さんもう一回加わる。しょうがないとかそういうこと言わないで。
な上杉家として終わらせたいっていう感じですね。小宮山、あいにくいやつを加えてしまったな。秋山さん、そんなこと言わないで。田村。あ、赤の宗時、しょうがない、解放してやろう。命ばかりはまあまあ強いですね。ここら辺はもう家臣増えすぎるのもあれなんで、ぼちぼち重臣たちを城主に設定して、この辺のはあれだ、与力にしよう。あ、相場で謙信様死んだ。いや、お世話になりました。再び戦場でまみえようぞ。じいちゃん、くわまってよ。牧野さん、あれだ、春日山だったかな。守谷だったか。私が強襲した時に守っていたんだよな。お、信門さん。いやいや、そんなことはないですよ、戸田さん。三本寺も以来いろいろあったな。ああ、強い強い、動揺した。上杉家滅亡。じゃあ早く帰って、早く帰って動揺し直さないと。ちゃんと再雇用しますよ。侍大将以上を保証しますよ。家臣はまあまあ増えたんですよね。で、次は北条との戦。確か原案は切ったんですよね。いや、皆の者大義であった。さてさて、もうそれ、そこ戻らなくてよかったんじゃないのかな。解散でもう私もう鎧脱ぎ捨てて、もう飛び出していってもいいですよ。海に帰ったとかはあるかな。え、木曽福島だったらどこに行くんだろう。まあ、ここら辺は春信どうした。え、そんな泣きそうな顔するな。ああ、まあまあ、近いもんね、義明ね。頑張る。尊敬する人は？ああ、はいはい、いい人だ、いっぱいおごってやろう。じゃあな。私の部下がここ多いからな、主命でも与えた後でもいいぐらいだよな。じゃあ他の地域から行くか。美濃方面には流れないでしょう。とするならば、諏訪。お、ついに氏康が攻撃を開始したか。向こうから攻めてくる。沼田防御力は上げているんですよね。本庄さんの人かが攻略しているな。上杉との戦いが終われば、次の目標はこの天城家か。最悪沼田は落ちてもいいんで、一旦その間に家臣を増やして城主も設定しておきたい。木曽さん強かったもんな。強いから、じゃあ武将。
須田さん侍大将ぐらいかな。上杉家の武将もここにいるってことは故郷に帰ったとかではなくて、みんな諏訪の町にいそうですね。ま、越後に行こうとも我が勢力圏であるが。あ、村上さん、もうちょい喜んだ顔して。なんか達観したような。え、もういない？そんなことはないでしょう。ちょっと少なすぎやしませんか？3人しかいない？もう本当だ。え、じゃあ馬場さんとか山形さん？やっぱりみんな帰ったかな？諏訪の町でこれだけいないんですよね。いや、美濃方面は考えづらいんだよな。越後？一旦北条を破ってからでもいいんだよな。わからなくなったな。逃がした武将本当多いんですよ。それがどこへ行ったか。まだ到着していないとかないよね。いるな。やっぱばらけたか。影信さん、まあまあ強いね。過労にはできんから、じゃあ武将。大体もうみんな一番やりですね。過去のことをね、水に流してくれるのはありがたい。少ないな。ああ、本庄さんか。もともとこう過労だったり上司だったりした人はちょっと高めで召し抱えてやりたいが、もういないんですか？ああいうセリフを言ったからには浪人はいないってことだよな。いや、いるわいるわいるわ。確か彼そんなに能力はな、物頭。有名な人はいないのよ、つまんないわねっていうセリフは浪人がいなければってわけじゃないな。ってことはやっぱり諏訪の町って繰り返し言ったら武将とかいそうですね。ほらほら、いるし。お、竹の又。ちょっとラッパがあったような気がするな。あああ、まあまあ、いいだろう。ないな。旧武田家臣が本当どこ行ったかが気になる。だって秋山さんだって見てないですよね。いるんだよな、いるんだよな。武将はてな。ああ、そうかそうか。会ってはいないんですね。彼はまあこれぐらいでいいか。鉄砲があったぐらいだったよな、確か。いや、千坂さん。
日坂さん侍大将ぐらいかな。まだまだいますね。直江さんあたりなんかくたばってそうな体力20で帰るのはな。いやだがこのゲームにおいては1日1回復するからたどり着く頃には多少元気にはなっているか。みんなね、ほんとそう言うんだったらあん時使えてくれないかな。直江津方面はね、繰り返し行って三本寺とか柴田さんとか、あとはあの荒川弥次郎とかを加えました。荒川さん調べると上杉17将の一人で謙信の影武者をしていたという説もあるそうです。諏訪の町繰り返し行ってもね、いないんですよ。あとは甲府だな。家臣たちにね、指名を与えればいいとは思うんですよね。じゃないと私の家臣ばっかり出るんですよね、酒場に。で、甲府と。せめて馬場さんと山形さんがいればいいんですよね。戦場で愛まみえようぞとか言っているから。いない、いたわいたわ。そうだなあれだけの激戦をしてきた中だもんな。お、私かな。なんの、なんかリアクションしてよ。戦場でまみえようだから敵としてではなくっていう意味だよな。で、氷さんの統率力。お、安田さんか、加えたもんね。馬場さんそこにいるんだ。山形さんはまあどっちでもいいんだが、いるんだったら加えたいな。ね、重臣たちをね、上司にしてしまうと本当にこう強い武将っていうのかな、手元にいなくなるから。あ、いたいたいました、いました。そうすると今後は岡部さんはまあ手元に置いとくとして、他を城主にしまして、で代わりに馬場さんとか山形さんを使って育成してっていう感じかな。あ、いたいた、秋山さん。あ、武田家臣っていう感じがするな。こんなに相性いいのにね。一条の主になりたい。じゃあまた加えますか。で、土屋さんと。あれ、消えた。あんまり印象良くなかったのかな。帰っておごるとダメとか。ちょいちょい武将はいるんですね。とはいえ武田家臣系だな。やっぱり直江さんくたばったかな。またお前か。もう帰れ帰れ。もう嬉しいけど、もう分かったよ、いっぱいおごってやろう。私を尊敬しているんだって。あやつとか言うなよな、暗い上だぞ。
土屋さん帰れもう浪人系いないと思っていいかな。いや、いたとしてもな、加えすぎてもってなるんですよ。目星をつけている人たちはおそらくはほぼほぼ入ったかな。あとお前らか、揃ったな、揃っちまったな。うーん、多分あの二人だな。いや、もういい、お前はもういい、帰れ帰れ。ほら、この二人だよ。居座っちまっているな。お前らがいるせいで他の武将来れないんだからさ。あんまり長いは良くないよ。ほら、席的にはまだ座れるけれども。わかった、わかったから。酔いつぶしてやろうか、こいつ。よしよし。あ、綱本か。いろんな本当武将いますもんね。ほらほら、飲め飲め、酔いつぶしてやるわ。あ、強い。なんだと。お前ここまで飲ませて。嘘だろ。お前何、飲んだ瞬間即胃でアルコールをこう浄化できる、なんかそういう持っているお前特殊能力。城って選択肢私初めて見たな。城っていう選択肢、まあ勉強になったわ。すげーな、あいつ千鳥足でもなかったな。サゲツ、お前の息子すごいな。いえね、岡部さんがなんか気にかけているみたいで、彼有能だから育てて上司にすればいいんじゃないかってプッシュしているみたいなんですよ。スッチーもじゃあ酔わせてやろうか。スッチ誰尊敬している？おお、戸田さん。ここまでやれば帰るだろう。帰らない。笠井、あいつやばいぞ。外交力、北さん、なんかなんだろう、人気あるな。愉快らしいな。だったらそういう顔をしてくれ。よし、ツッチー潰した。もういないんだろうな。あと一回覗いてダメだったらもう終了にしよう。お前らはい、じゃあもう甲府には浪人はいないということで。家臣は増えましたね。あと城主の認定とか、まあ、まだ浪人探しはね、もうちょい続けてみようとは思うので、じゃあ今回はここまでにしましょう。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。